日2月15日、実は私の誕生日なんです。なんとですね、もうですね。45歳になりました。もうね、40代になりますと、本当に1年が過ぎるのがすごい早いんですよね。40代はやはり楽しいです。いろんな挑戦を今までしてきたんですけれども、まだまだ知らないことも多いですし、これからもどんどんいろんなものに挑戦して成長していきたいなと思ってます。今年も45歳も1年間楽しみながらいろんなことに挑戦して頑張っていきたいと思います。そしてですね、なんで私が今キッチンにいるかというと、実はですね、同じ2月15日の誕生日の人がもう一人もう一匹います。はい、実はですね、我が家の愛犬ルークスも今日が誕生日なんです。ルークスはね、1歳になりました。そんなルークスは我が家に来てもうすぐ1年経つんですけれども、もう本当に私は昨年までこんなに小さい犬でもやはり触れなかったりしました。なんでかっていうと、子供の時に台湾は野良犬がすごく多かったんですね。何度も追いかけられてすごいこう怖い思いをしてきたので、そのトラウマでずっと犬が苦手でして、可愛いっていうのはすごい思うんですけれども、半径1メーター以内には近寄ることができなくて、遠いところからいつも可愛い可愛いなっていう感じで犬と接していたんですけれども、なので夫と子供たちがどうしても犬を飼いたいっていうのを今まで何年間も言い続けてきたので、最終的にみんなに説得をされてしまい、ルークスを飼うことになったんですけれども、やはりですね、最初は本当に抱っこできなかったんです。最近はですね、抱っこができるようになって、もうちょっと可愛くて可愛くてしょうがない感じです。なので今日は1歳の誕生日ということで、ルークスのお誕生日ケーキを作りたいなと思いまして、今キッチンに立ってるんですけれども、それではですね、クッキングスタートです。ちょっと待ってね。こんな感じでできました。これをちょっと丸い土台にしちゃいます。ちょっと待ってね。偉いね。待っててね。
クスのケーキです。1歳の誕生日、初めて作ったあんちゃんのケーキです。はい、これで食べてくれるかな。ルーカス、ルー、できたよーケーキ。楽しみだね。できたよ、美味しそう。食べちゃダメだよ、まだまだね、お祝いしてないから食べちゃダメだよ。はい、じゃ楽しみだね。あと食べようね。初めて作ったよ。うん、今日は1歳の誕生日だよ。よかったね。あ、今日は我が家の愛犬ルークスの誕生日で1歳になりました。イエーイ、よかったね。そして私もですね、誕生日なんですよ。45歳になりました。はい、なのでちょっと今日は一緒にお祝いをしていこうかなと思います。ちょっとね、ルークスのケーキを作ったんですけど、はい、まあ美味しいかどうかわかんないんですけど、ちょっと楽しみですね。食べてくれるといいなと思います。はい、じゃあちょっとみんなでお祝いしましょう。イエーイ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアルークス、マンマハッピーバースデートゥーユー。さあ、ちょっと私45歳のろうそくを消しちゃいます。あれ、ルークス、あれ、消えない。イエーイ。はい、じゃあルークス食べてくれるかな。食べてくれた。美味しい？あ、食べてくれた。ちょっと嬉しい。嬉しい。美味しそうに食べてるね。嬉しい、嬉しい、食べてくれた、やった、大成功です。いかがでしたか。我が家の誕生日会なんですけれども、はい、ルークスのケーキも大成功して食べてくれたので、すごい嬉しいです。本当に今までの人生の中で、まさか私がワンちゃん用のケーキを作る日が来ると思いませんでした。でも大成功してよかったです。食べてくれて本当に嬉しいです。はい、今日はそんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。グッドボタン押してください。